一般質問最終日の今日、大井川流域の焼津市選出で自民改革会議の拉致厚幸県議がリニア問題をめぐる知事の発言を正しました。この地域の有権者であれば誰もが共通する理念であるのに、まるで自分だけが水を守るために戦っていると言わんばかりです。知事は自分の立場を利用し、水問題を本気に考えている議員を悪者にして、そして地域に誤った判断をさせることを対し、どのように責任を取るつもりか。権力のある方に対しましても、間違っていると思えば失礼であることを承知しながらはっきりものを申すと、南アルプスのトンネル工事については責任を持ってしっかりとこれを県民の皆様にどうなっているかを伝えるという、そういうこれまで通りの仕事はしながら責任を取っていきたい。今日まで5日間にわたる論戦では、それぞれの会派から知事の一連の発言について質問が集中しました。知事は辞職勧告決議が可決されたことを受け、自らにペナルティーを課すとして期末手当と12月の給与を返上する意向を示し、そのための条例改正に向け調整していました。しかし返上ではなく知事の辞職を求める会派からは異論が上がるなどしたため、調整が間に合わず条例案の提出を断念。例年通り今日支給されました。これについて知事は、知事、今日ボーナス条例の提出間に合いませんでしたが、現状のお考えにお変わりはありませんでしょうか。支給額は315万円余りで、改定の見送りや夏との配分の都合上、去年と比べておよそ4万7千円増えています。12月給与の返上は引き続き調整するとしています。